それでは休憩を解いて再開いたします。これより常任委員及び議会運営委員を事務局長に朗読させます。はい、局長。ご指名がありましたので朗読をさせていただきます。総務生活委員を申し上げます。平間正治議員、横沢栄一議員、永井康人議員、中原峰夫議員、柴田博議員、永田君芳議員。次に福祉教育委員を申し上げます。金田光一議員、小沢昭一議員、篠原俊博議員、西条富夫議員、山口恵子議員、丸山俊子議員。次に産業建設委員を申し上げます。村田重幸議員、中野重則議員、金子勝利議員、牧野直樹議員、古畑秀夫議員、中村勤議員。次に議会運営委員を申し上げます。西条富夫議員、金子勝利議員、山口恵子議員、古畑秀夫議員、中原峰夫議員、柴田博議員。以上でございます。お分かりいたします。ただいま朗読のあったとおり、それぞれ指名することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしましたとおり、各常任委員及び議会運営委員に選任することに決定いたしました。なお、あらかじめ各常任委員長及び議会運営委員長並びに各副委員長が誤選されておりますので、その結果を事務局長から報告させます。はい、議長、局長。ご指名がありましたので報告させていただきます。総務生活委員長、横沢栄一議員。同じく副委員長、平間正治議員。福祉教育委員長、西条富夫議員。同じく副委員長、小沢昭一議員。産業建設委員長、金子勝利議員。同じく副委員長、村田重幸議員。議会運営委員長、古畑秀夫議員。同じく副委員長、柴田博議員。以上でございます。以上のとおり、各常任委員長及び議会運営委員長並びに各副委員長が誤選されました。